本当に買ってよかったアンダーアーマー商品をご紹介します。私はメンズトレーニング部の白戸とランニング部の六川です。よろしくお願いします。お願いします。はい、僕から、はい、六川からどうぞ。僕から、今年買ってよかったのはこちらのバックパックです。まあ、何がいいかっていうとこからも話しちゃうんですけど、とりあえずポケットいっぱいあって収納便利っていうのが結構今回大きな決め手になりました。まあ一個一個何が良かったかっていうのを説明すると、まあ、まずやっぱこれ、19年の春夏に買ったんですけど、はい、春に買ったんですけど、やっぱ夏汗かくじゃないですか。そうですね、汗かきますよね。なので、はい、6つのこのパッドがついてるとやっぱ空気が通り抜けるんで背中とか蒸れにくくなるっていうのが結構この夏しょっててよかったなっていう。結構パッドもこう厚めに厚めになってるんで、かつメッシュ素材でパッド自体が でしかもここだけじゃなくて、ほう、肩のショルダー部分ベルトのね、実は穴開いてるんですよ。え、そうなの？ここなんですけど、あ、本当だ。あ、この中のね、パッドにね、中のパッドが穴開いてるんで肩も結構涼しい。あ、なるほどね。のが、まあ、夏使っててすごく良かったなって思う点ですね。あとは本体のところに通じるポケットがまずここが1個と、あと大きく横にもう1個。これ何つながってんの？この上と横。つながってます。上と横はつながってる、ね、はい。なので、例えば荷物たくさん入れて下に物があった時とか、上から取りにくいじゃないですか。ああ、どかさないと取れないからね。なので横から開けて下のも取れる。なるほどね。取りやすい。取りやすい。すごい取りやすい。あとは上のジップなんですけど、まあ、普通こう開けるじゃないですか。はい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 。とか、うん、こう開けるじゃないですか。そっちはわ、分かります。はい。そうすると、はい、電車とか乗ってて、まあ、マナー的に前にしょった時に、ああなるほどね。こう中を見たくても反対側だとちょっと開けづらいっていうね。そうなんですよ。なのでこっちに開けると、まあ、結構なるほどね、取り出しやすいっていう、今回使っててすごく使いやすかったです。これはちなみにあの日本企画の商品で、まあ、企画にはこのロッカーも携わってたんですけども、今のこのフラップの使用は意図してそうしたかどうかっていう。意図してそうしました。あ、じゃああれなんだね、結果比較した時にこうしようって思って意図したことが実際使いやすかったっていうのが分かったってことだ。そうです。であとは、まあ、雨降った時にポケットの中がすごいびちょびちょになっちゃうじゃないですか。なりますね。なので、はい、まあ、雨水が入らないように雨が当たるところは、まあ、止水ファスナーっていう、あ、水が入らない、入らないジップを、ね、はい、使ってて、もう一個特徴的なのが、まあ、電車乗るときって今は寒いですけど結構暖房かかってる。暑いね、暑い電車は。上着とか電車の中だと脱ぐね、脱ぐよ、うん、脱いだときに邪魔だよね。邪魔で、うん、どうしようかなっていう考えた。まあ、電車こう乗ってるとします。こうやっぱ暑い。やっぱ電車で脱ぐんだよ。電車の中で脱ぐんじゃなくて、まあ、ホーム、電車に乗る前のホームの時点でまあ脱ぐんですよ、うん、電車やっぱり暑いんで、うん、こう脱いで荷物がやっぱりバッグの中に入ってると、入ってて結構パンパンはい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 、だったらこう背負って、ここに引っ掛けられちゃうんですよ。そうすると混んでても釣り革とか握ることができるんで、はいはいはい、例えばこれジャケットじゃなくてもはいはいはい、なるほどね、バッグ以外のちっちゃい手提げ袋とか、はい、両手が開くと両手が開くので、これは使っててすごく
便利だなと、はい、思いました。結構いろんな人がこのバッグをありがたいことに持ってるので、これはでもね、本当にあの社員の方で使われてる方が非常に多くて、まあ、みんな使いやすい使いやすいってもうこぞって、まあ、黒と他の色もあるけどね、グレーですね、みんな使ってるよね。使ってますね。ね、僕はやっぱりこの、まあ、約1年間使ってみてほぼ毎日使ってたんですけど、汚れもほぼなく、なんか破けもなく、じゃあタフに使えるし、はい、使いやすい、使いやすい、はい、っていうので、いくらぐらい？これは1万2000円です。あ、じゃあまあそんなにめちゃくちゃ高いわけでもなく、はい、なく機能いっぱい入ってるん で、 で容量もデカめだと。デカめです。で、今年の僕の一押し商品がこのバックパックになります。名前はクールバックパックになります。クールバックパックになります。まあ、涼しいっていう意味でクールバックパックです。はい、はい今回僕が紹介したい商品はですね、こちらですね。何ですか？まあまあ多分ね、あんまこう分かんないと思うので順を追ってちょっと説明していきたいなと、紹介していきたいなと思います。これはあのランニングショーツなんですけど、SS18 の商品で、名前はランニング担当元スピードポケットショーツ、スピードポケットショーツです、はい、特徴的なのはここにあのちょっとポケットがついてるんですけども、僕あの去年18年の夏ぐらいからですかね、ちょっとランニングを始めてみようと思って走り始めて、でまあ、なんかランニングのショーツ1個あったらいいなと思ってこれ手にしたんですけど、まあ、ここのポケットは最初はね、あんまり正直こうあるのは知ったんですけど使ってなかったんですよね。まあ、今年の、ね、11月にちょっとマラソンを走ることになって、横浜マラソンに、でそれはあのもう無事完走したんですけど、夏ぐらいからやっぱりこう記録をねちょっと取りたくて、あの距離が長くなってきて暇なんで音楽も聴きたくなってきて、デバイスを iPhone を持って走ろうって思った時に、これがねもう企画した人の意図通りでね、もうとにかく活躍しまくったんですよね。スマホはまああれですね、ここにこう入れて、でこう上からポケットの布をかぶせると、まあまあこんな感じです。裏から見るとこんな感じで、でこれはあれですよ、もう僕、まあ、練習の時は10キロとかそんぐらいの距離しか走んなかったんですけど、こう横浜マラソン当日もこれを履いて、ここにあの iPhone を突っ込んで40キロ走ったので、おこれはもうフルマラソンも行けますよ。 iPhone 持って走りたい人たちは40キロずっと音楽を聴きながら走る。でもやっぱ前にある方が取り出しやすいですよね。後ろにポッケ、これはね後ろとか横とかに比べたら圧倒的に取り出しやすいですね。ちょっとね信号待ちで連絡取ったりとか、まあそれこそ音楽アーティスト切り替えたりとかっていう時に出す時はもう本当にささっと出せて、でしまうのもすごい楽なの で、 でこの中のポケットの布のここも肌に当たる方はこうラミネートって呼ばれるフィルムが貼ってあって、あの水を通さない仕様になってるよね。なってます。防水なので割れた携帯でも大丈夫、あの汗がデバイスの方に浸透しないっていうのがポイントなので、これは本当に分かってよかったなって思った商品なんですよね。まあ、人間の体の構造上こう横から見てもらうと分かると思うんですけど、絶対ここはくびれてて、腰がくびれてお尻が出てるんですよ。なのでこう走った時に携帯が絶対ここでパタパタ動くんですよ。そうすると、まあ、フルマラソン走っても、まあ、10キロでもずっと揺れてるのを気にしなきゃいけないっていうちょっとデメリットが、ね、はい、あるんで、やっぱり人間のここのストーンまっすぐ平らな部分に、まあ、ウエストベルトで上から固定するんで、ここに入れてても全然動かないっていうのが
特徴になってるんで、やっぱり前にあった方が動かない。なるほど。じゃあこれは当時ランニングを担当してた六川が今も担当してます。今も担当してます。当時はバックパックね。当時はこっちがメインので、はい、今日は2つとも六川を褒めたたえるみたいな感じになっちゃったんですけど、まあ、そう別にそれは結果であってね、別に狙ってやったことではないので、やっぱまあ締めくくりとしてはやっぱ六川すげえなっていうところで。まあでも確かにね、まあ、俺はデバイス持ってなかった時はこの機能自体知っててあんまどっちでもいいかなと思ってたけど、まあ、これデバイスに限らずね、多分なんか入れるとか、まあ、それこそ鍵とかなんか持って走る人はね、本当いいと思います。フルマラソンはジェルとかも入る。そうですね、ジェルも入りますね。なのでこれはね、本当に僕は走る方にはおすすめしたいですね。この商品に関しては横のポケットも後ろとか横にはポケットがなくて完全に前だけになってるので、そんなスピードポケットショーツとフルバックパック、はい、バックパックで、まあ、両方ともロッカーが担当したと、はい、いうことで、こんな感じです。じゃあまたどこかで。ありがとうございました。